石川百万石文化祭の一環として石川ミュージックアカデミーの豪華メンバーが集まる特別公演が来月開かれます。公演を前に奏者が北陸朝日放送を訪れ演奏を披露しました。北陸朝日放送を訪れたのはバイオリニストの篠原優奈さん。今年の岩城博幸音楽賞の受賞者です。石川ミュージックアカデミー、通称 IMA は著名な講師陣を招いて若手を育成し、世界で活躍する音楽家を輩出してきました。25周年を迎える今回の IMA スーパーストリングアンサンブル特別公演では、国際的なコンクールで華々しい成績を収めたメンバー26人がアンサンブルを結成し、バッハやビバルディを演奏します。二度とこういうメンバーで演奏できることはないんじゃないかと思うぐらい、本当に豪華なメンバーの方が集まっているので、皆様お越しいただければ嬉しいです。特別公演は来月4日土曜日午後1時30分に県立音楽堂で開演です。